第3ゲート正面からの侵入者を確認。敵は現在造船や本部を地下施設に向かって進行中。現時刻より開始中の各位に緊急戦闘配慮を要請する。現場確認は通常の対応でこれを迎撃。敵の機密兵や機密を落としている。これは訓練ではない。繰り返す。これは訓練ではない。それでは見せてもらおうか。わしのじいさんが作ったという軍の最高機密兵器とやらをな。侵入者警報第1集警官隊。こんなもんじゃろ。最高機密兵器
意外に小さいな。ユーザーデータを登録後、パスワードを入力。パスワードはマリアと。最後にカオスエメラルドをセットか。シャドウ、僕を目覚めさせてくれたお礼、あなたの願い叶えて差し上げましょう。こんな時に我が力とくとご覧あれ。こちらスコーピオン正体ホットショット。機密エリアより危険分子の覚醒を確認。強制排除に移る。了解。人間ども、あのガードロボットをやすやすと。お前が本当に軍の最高機密兵器シャドウなのか。そのお前がわしの願いを叶えるとはどういう意味じゃ。カオスエメラルドと共に。待て、シャドウ。スペースコロニーアークへ。中央制御室でお待ちしています。なんじゃと。
のあたりが怪しいわね。あと2つ。これくらい私にとっては朝飯前ね。奴らもあのピラミッドにわしの基地があろうとは気づくまい。ふん、軍のゴミどもを果たして基地に戻るか。
よし。こんなもんじゃろ。カオスエメラルドとともにスペースコロニーアークでか。何があるのか先に確かめてくれ。臨時ニュースをお伝えします。つい先ほど連邦政府首都にある政府国営銀行が何者かに襲われ、保管されていた宝石カオスエメラルドが強奪されるという事件が発生いたしました。また目撃者の証言によると、犯人は数々の事件から世界を救った英雄ソニック・ザ・ヘッジホックではないかと推察されています。犯人は軍のガードロボットを次々と破壊し、現在も逃亡を続けています。これはシャドウではないか。ガラクタどもが。おい、関係者は一人もいないな。マリア。お願いよシャドウ、私の代わりに。マリア、いつか必ずあの星に住む全ての人たちに。アディオス、シャドウ・ザ・ヘッジホッカー。マリア、約束する。この星に住む全ての復讐を。
よし。たわいのない。何？まずは一つか。無限のパワーを生み出す奇跡の石。あれはカオスエメラルド。なるほど、読めたぜ。俺はお前の代わりに軍から追われてるってわけだ。で、そのエメラルドどうするつもりだ。なんとか言え、この偽物野郎。カオスコントロール。スピードだ。いや、スピードじゃない。カオスエメラルドを使ってワープしていくのか。僕の名はシャドウ。この地上を唯一にして究極の存在。今は先を急ぐ。遊びは終わりだ。シャドウだと？こちらルージュ、エクマンの基地を発見しました。これから潜入を開始します。とは言ったものの、まずは扉の鍵を探してこなくちゃダメみたいね。はっ！
ちゃおう。この辺りが怪しい。びっくりしたちゃおう。忘れちゃったちゃおう。えっ、もう、えっ、ちょっと時間かかりすぎちゃったかしら。
装置。行く先はアークって、これ50年以上も昔に封印されたスペースコロニーじゃない。こんなとこ行って何するつもりなのかしら。まあいいわ、虎穴にいらずんば孤児を得ずってね。ここがスペースコロニーアークか。まずはシャドウの言う中央制御室へ直行じゃ。
よし。こんなもんじゃろ。お待ちしていましたよ、ドクター。科学史上最高の頭脳と称されたあなたの祖父、プロフェッサー・ジェラルドの遺産をご覧に入れましょう。人類初のスペースコロニー、アーク。しかしここの研究施設から多くの恐ろしい兵器が生み出されていた事実を知る者は少ない。そしてこれはその中の一つ、星をうがつエクリプスキャノン。星をうがつもの、これがじいさんの遺産。ただし今は封印されています。起動するには莫大なエネルギーが必要。なるほど、そこでカオスエメラルドというわけか。そう、七つのカオスエメラルドを集め、この最終兵器を完全に目覚めさせれば、あなたは星をも砕く力を手に入れ、そして意のままにすることができます。世界すべて。面白い。やってやるわ。こいつを使って世界を支配し、歴史に我が名を記してくれよと。果たしてそんなにうまくいくかしら。やった。ねえ、私と取引しない？取引じゃと？あんた、あのでかいエメラルドを盗もうとした時言ったよね。エメラルドの反応がどうのって。あんたのそのレーダー、私に貸してくれないかしら。それでわしらに何の得があるというんじゃ。他のカオスエメラルドにも心当たりあるの。こう見えても私、宝石専門のトレジャーハンターなんでね。よかろう。じゃ取引成立ね。私の名前はルージュ・ザ・バット。ルージュでいいわ。まさか今一度この島に戻ろうとはな。しかし軍の基地にカオスエメラルドが保管してあるという貴様の情報、確かなんじゃろうな。まあ信じる信じないは自由ですけど。まあ良いわい。作戦の説明を始めるぞ。まずはわしが先頭に立ち、軍の奴らをかく乱しつつ、貴様らを基地内部まで誘導する。シャドウはそこから分かれて軍の兵器庫にこれを仕掛けてくるのじゃ。奴らの追撃は厄介ゆえ、島ごと爆破してこれをかわす。貴様には軍の保管庫からカオスエメラルドを盗み出してもらう。トレジャーハンターの腕前見せてもらうぞ。制限時間は30分。二度目はないぞ。心してかかるのじゃ。思い出したか。
い知ったか。ふぅほほとしたことが。よし、シャドウ、ルージュ、こっから先は作戦通り。いやー、ソニック会いたかったー。
事だったのね。ソニックじゃない、あんた誰？それはこっちのセリフじゃ。ドクターエッグマン。こんな時に。ここはわしに任せて、二人とも先に行け。観念せい、エミー。久しぶり。エミーは下がってて。エッグマン、悪いことをすると僕は許さないぞ。わしに勝とうだぞとは100年早いわ。ドクター、こちらは準備を。時間を指定。予定外の邪魔が入った。こうなっては一刻の猶予もならん。起爆を15分後にセットじゃ。よいか、ルージュ。5分あれば十分。こっちも始めるわよ。ルージュよ、軍の連中に気づかれんうちにカオスエメラルドを集めるのじゃ。エルちゃん、ホップ、ホップ、ホップ。この辺りが怪しいわね。あと2つ、ホップ。
たりが怪しいわね。えい、ほっ、えい、残りあと一つ、ほっ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 、この辺りが怪しいわね。見つけたわ。どう？あたしの華麗なテクニック。最後の最後でしくじるなんて。警備中のフライングドッグより指令本部。セキュリティホールに侵入者発見。攻撃態勢に移る。了解。ほっ、ほっ、指令本部、セキュリティホールに侵入者発見。攻撃態勢に移る。了解。あの戦闘機はコックピットが弱点。コックピットを狙うチャンス。ミスっちゃったみたい。金庫の中にカオスエメラルドごと閉じ込められたわ。こんなとこでしくじるなんてトレジャーハンター失格ね。
よし。まずはこんなところか。あれは。あの時のハリネズミか。こんな時に見つけたぜ、この偽物野郎。偽物？フェイクは君の方じゃないのか。いや、フェイクと呼ぶにはレベルが違いすぎるか。言わせておけば。今度は逃がさないぜ、この偽物め。やるな。貴様、まさかここまでのやつとは。悪いね、君と遊んでいる時間はない。シャドウ、何をしておる。早くせんと貴様も島ごと吹き飛んでしまうぞ。なんだって。カオスコントロール。シャドウはあの星が好きなんだね。プロフェッサーは自分の研究をあそこにいる人間のためだって言ってる。科学の力でみんなを幸せにする、それが自分の生きがいだって。シャドウ、マリア、僕には見つからない。僕が生まれた理由、僕は何のために生まれ何をすればいいのか。いつかあの星に行けばそれが見つかるんだろうか。マリア。何黄昏れてんのよ。正直意外だったわ。まさかあんたが助けに来てくれるとはね。でもあんたのカオスコントロールってやつ本当便利よね。別にお前を助けたかったわけじゃない。カオスエメラルドのためだ。あらら、素直じゃないんだね。準備ができたぞ。大丈夫なの？カオスエメラルドは全部合わせてもまだ6つしかないんじゃない？デモンストレーションをする分には問題ない。さあ、パーティーを始める。わしの名はドクター・エッグマン。人類史上初めて全世界の支配者となる人間じゃ。偉大なる帝国の開幕セレモニー、心して見るがいい。
何カリカリしてんのよ。いやでもすごいわね。地上の様子調べてみたけど、そりゃもう大騒ぎよ。これで世界征服完了ってわけ？今のままではキャノンの充填に時間がかかりすぎる。実用兵器としての性能を期待するなら、7つのカオスエメラルドは絶対に必要だ。今までどこをほっつき歩いとったんじゃ。なんかあったの？政府との交渉が失敗したのさ。やだやだ、中年男のヒステリーなんて最悪。貴様自分の役目を忘れたわけではあるまいな。カオスエメラルドの情報はどうしたんじゃい？はい、見つけてきました。なぜそれを早く言わん？なになに？ミサイル落下事件の恐怖からスペーションスクエアを救った町の英雄テイルスことマイルス・パウアー君に警視総監賞。町からは感謝の印として巨大な宝石カオスエメラルドが贈られた。とにかくそうと分かれば話は早い。早速地上に降りて奴らを追跡じゃ。だってさ、いよいよマリルージュより定時連絡。現時点ではまだこちらのシャドウが本物の究極生命体であるかどうか判断しかねます。プロジェクトシャドウについての調査は現状のまま継続。成功報酬の宝石お忘れなく。エメラルド反応発見。キツネちゃん待ってなさい。待ってなさいよ、うるさいわね。私に任せなさい。
シャドウ、目標は青い飛行機に乗って移動中。11時方向よ。了解した。追跡を開始する。はあ、よし。たわいのない。ドクター、彼らはまっすぐそちらに向かっている。どうする？こちらでもレーダー上で確認した。探す手間が省けたわ。何のつもりか知らんが、丁重にお迎えしてやるわい。えらい目にあったぜ。やったね。行こう、エミー。このコソ泥ネズミども、生きてもう出られると思うなよ。戻ってきてやがったのか、ソニック。なーに、軽く遊んでやるぞ。今日こそは貴様の命とカオスエメラルドいただかせてもらう。いでい、我がしもべよ。
ステータスオールグリーン、エンジン点火、カウントダウンをスタートします。ドクター、調子はどう？逃げられちゃったの？分かったわ。じゃあ、迎撃の準備をしておくから、コロニーのコントロールパスワード教えてちょうだい。あんな親父騙すのなんてわけないわ。さて、お仕事お仕事。パスワードは、マーディアット。マリア？どっかで聞いたな。まあいいか。あった、究極の生命体開発計画プロジェクトシャドウ。何どういうことこれ。まさか、じゃあシャドウは一体。エメラルドのロックにもいただきたい。Oh!
しいわね。どう？あたしの華麗なテクニック。お久しぶりね。私のエメラルド、ちゃんと集めてくれたのかしら。ふざけるな。どうやら話し合うだけ無駄なようだな。さあ、お前の集めたマスターエメラルド返してもらうぞ。守る。さあ、私の宝石返してもらうわよ。何をしておったんじゃ。しかもカオスエメラルドのエネルギー反応が2つもある。偽物を使ってわしを騙そうという魂胆か。待てシャドウ、奴らに引導を渡すのはこのわしじゃ。今こそ長きにわたった戦いに終止符を打ち、この天才の名を永遠に歴史に刻む時じゃ。もしもの時は後を頼んだぞ。急がねば全てを売るか失うか、ここが瀬戸際じゃ。
よし。いただきや。よし。よし。
よし。こんなもんじゃろ。か弱い乙女をほったらかしにするのよ。これはこれはお嬢さん、何かお困りですかな。ドクター、命が惜しくばテイルスとソニックの居場所を教えるんじゃ。スライクに行こうではないか、ソニック。まずは貴様が持っているカオスエメラルドを渡してもらおう。この小娘の命が惜しいならな。奴に本物と偽って渡せば、こっちの手間も省けるってもんだぜ。そこに貴様のエメラルドを置いて後ろに下がってもらおう。悪役が板についてきたじゃないか、ドクター。な、そんな偽物に騙されると思うてか。そんな、どうして偽物だってわかったんだ。たった今、貴様が教えてくれたわ。もろとも宇宙に放り出して爆破してくれるわ。あとは頼んだぜテイルス。それからエミ、元気でな。さらばじゃ、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。ソニック、さらばじゃ、我が修正のライバルよ。ソニック、残りは貴様じゃ。最後のエメラルド、おとなしく渡すなら見逃してやらんでもないぞ。あのソニックが、あのソニックが初めて僕に頼むって言ってくれたんだ。だから絶対絶対逃げ出したりするもんか。よくもソニックを絶対に許さない。いけサイクロン、サイクロンの進路からいっけ。乗れ、このままで進もうなよ。サイクロンの進路から見せてやよ。パワーが残りわずか、もはやここまでか。サイクロンの進路、よくも、よくもソニックを絶対に許さない。ティーリスに腕を後ろに回り込んで欲を連れちゃおう。サイクロンの進路から見せてやる。よく、乗れ、このままで済むと思うなよ。サイクロンの進路から見せてやる。ごめんよ、ソニック。よし。所詮は。ただのハリネズミか。七つ集めれば奇跡を起こすと言われる伝説の宝石、カオスエメラルド。
そのうち6つが今や私のものに。そいつはどうかな。シャドウ、最初からそれがお目当てだったというわけか。それと大統領の命令か。連邦政府大統領専属エージェント、ルージュ・ザ・バット。私のこと調べたの？プライバシーの侵害だわ。それはお互い様じゃないのか。なんかこっち働くよくないし、お仕事も終わったんで、あとはいただくものいただいて帰ろうと思ってさ。とんだ食わせ物だな。あら、じゃあそういうあなたはどうなのかしら。究極の生命体開発計画、プロジェクトシャドウの経過報告書よ。もしここに映っているのが本物の究極生命体シャドウなら、今私の目の前にいるあなたは一体何者なのかしらね。命が惜しければカオスエメラルドは置いていけ。貴様にはフェイクで十分。あんた、自分が本当のシャドウだって信じてるの？当然だ。あんたのその記憶こそ偽物かもしれないのよ。たとえ僕の記憶がフェイクだとしても、僕にとってはそれが全て。彼女、マリアの願いを叶える。ただそれだけだ。
だ。
よし。少々遊びすぎたか。
驚いたな。てっきりあの爆発で宇宙の塵にでもなったと思った。へっ、あいにくしぶといのが取り柄でね。どうやら似ているのは姿形だけではないでしょう。君は一体何者なんだ。俺は俺さ、冒険好きのただのハリネズミ、ビッグザヘッジオクさ。なるほど。だが君の存在はもはや無視できなくなった。君はここで終わりにしてもらおう。そろそろ蹴りをつけるか。シャロン、お前のは倒す。コントロール、さすが俺の見せ物だ。お前のは倒す。コントロール、お前の技倒す。コントロール、お前の技倒す。コントロール、さあて、そろそろ蹴りをつけるか。シャロン、トニックの必殺技に気をつけるちゃう。トニックウィンドはサマートニックで避けられるちゃう。お前の技倒す。コントロール、さすが俺の見せ物だ。お前の技倒す。コントロール、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 ダメか。言ったろ、僕は究極だと。これで我が世界征服は完全なものとなる。さあ、我が理想国家エッグマン帝国の幕開けじゃ。
究極の人類滅亡と復讐絶望スーパーソニック兵器とカオスエメラルド魔法プロフェッサー・ゼロス50年前の全ての結末ソニックアドベンチャー2ラストエピソード全ての願いを永遠なれ